こんにちは。よく食べる系旅人のガチャです。今回は韓国グルメの動画をかき集めてみました。まず一発目は釜山にあるプピョンヤンコプチャンのホルモン鍋です。お店の人が鍋のお世話をしてくれるので、お客は指を加えて待っていればいいだけ。見た目の通りちょっと辛い鍋ですが、ホルモンがたくさん入っていて美味しかったです。そして締めの焼き飯、これもまた味が染みてて美味しいんです。最初から最後までずっと美味しい鍋でございました。またまた鍋の登場。これも釜山で食べたナプチジョンゴルです。手際よくトングを扱っているのはもちろん店員さん。韓国で鍋を食べるときは必ず店員さんがお世話をしてくれるので大変ありがたいです。ムール貝や貝で出汁を取り、タコ、エビ、ホタテなどの海鮮と野菜がたっぷり入った美味しい鍋でした。ところ変わってソウルにあるチヂミ横丁で食べた揚げ物オールスターズです。イートインする場合は焼き直ししてくれます。これはカニカマ、ハム、ネギなどを串に刺したコチジョンです。韓国の規則や旧正月の時に作って食べる料理なんだそうです。おっと、これはおそらく流行りに乗ったであろうチーズスティックです。しかしチーズは伸びません。インスタ映えしません。このイカリングみたいなのはスンデです。ちょっと箸休めにバンチャンをいただきます。これはスパムですね。ハワイアンなチヂミ。はい、断面異常なし。韓国風スパムにするならキムチをのせれば OK。 これは名前を忘れたのでとりあえず葉っぱ巻きと呼びましょう。これがね、お箸でつかみにくくて、韓国のお箸って日本のものと違うからちょっと扱いにくいんですよね。葉っぱの中身はまたまたスパム。油ギッシュ。続いては朝ごはんにぴったりなミョンドンにあるホボントースト。分厚くて食べ応えあります。ソウルのカロスキルからはインパクトある飲み物が楽しめるピアーセブンティーンが登場。アメリカ南部の家庭料理をコンセプトにしたアメリカンスタイルのレストランです。冒頭に登場したサメが突っ込んできたドリンクもここで飲めます。次々に料理が運ばれてきて私一人興奮しております。ミートボールも美味しかった。こちらは私が心からおすすめしたい釜山の屋台グルメ、シアホットクでございます。いつ行っても行列ができている人気店です。このシアホットクはソウルのホットクとは違ってマーガリンで揚げ焼きしているのでとってもいい香りがするんです。そんないい香りに包まれながら順番を待ちます。ホットクが焼き上がったらナッツ係にバトンタッチ。大量のナッツをインしていきます。甘くて美味しいシアホットクの出来上がり。いきなり現れた茶色い塊はチョコブラウニーでございます。初めて使うカメラなのでかなり迷いが感じられる動画となっております。こちらの飲み物はコールドブリュー。ヨイドにあるマホガニーコーヒーで飲むことができます。まだ迷ってる。カメラを固定してみることにしたんですね。位置を変えて、おっと失礼、まだダメだな。あ、今度上がりすぎ。そんなもんだ。しかしこの人ピントが合っていないことに気づいていません。完全に背景にピントが合ってますね。ブラウニー用のフォークで豪快にかき混ぜちゃうし、思いっきり性格出てますね。でもコールドブリューは美味しかったです。お、これは猛暑の釜山に我慢できず逃げ込んだイディアカフェで食べたマンゴーかき氷ですね。出ました、カロスキルにあるカンバセーションというカフェのチョコレートベークドチーズケーキです。これ全く大きさが伝わってないと思うんですけど、すごいボリュームなんですよ。間違いなく一人食べる量ではない。はい、こちらは5倍速でお届けしております。上に乗っているのはブラウニーと見せかけチーズケーキでございます。このチーズケーキの塊も全く大きさが伝わってない。これってどうやったら伝わるんですかね。なんだか私の一口が小さいようにも見えますけど、そんなことはございません。しっかりずっしり一口いただいております。ちなみにこのケーキはワンピース約1180円。それだけボリュームがあるってことなんです。一人で食べる量ではないと言いつつも、しっかり完食するのがよく食べる系旅人の特徴。見た目より甘すぎずとても美味しいケーキでした。はい、またまたピントが怪しいこちらのスイーツはカフェドパリのボンボンです。
節ごとにトッピングされるフルーツが違うのですが、私が行った時はチェリーでした。これもすごいボリュームなんですけど、やっぱりあまり大きさが伝わっていないような、というかなぜに上から撮ってるの。締めはソルビンのメロン丸ごとかき氷。これはさすがに大きさ伝わってるでしょ。でもこれどうやって食べたらいいのかわからなくて、とりあえず隣の人たちをガンしました。その結果、どうやらナイフでメロンを切って食べ進めていくようなんですが、ナイフがプラスチックなので思いっきりいかないとメロンに刺さりません。ぐさっと刺してザクザク切り進めていきます。そしてかき氷の登場。サラサラのかき氷とイチゴの果肉、そしてチーズケーキが入っています。甘いメロンに口当たりの優しいかき氷の組み合わせ、最高でした。はい、いかがでしたでしょうか。韓国は本当に美味しい食べ物がたくさんありますよね。早くまた自由に食べ歩きできる世の中に戻ってほしいと切に願う、よく食べる系旅人でした。この動画が参考になったという方は、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた。